平野市用神宮寺ユータ、タッキー合流、に、手越し優や告発やメジャーには向かっ原因は過去の圧力か圧力、アーカ。タレントの圧力が新たな展開を生む元キングプリンスへの平野市用神宮寺ユータが、東北へ飛べ合流を発表発表。元キングプリンスへの平野市用、26、と神宮寺ユータ、25、が、エンターテインメント会社、株式会社トべ、 絵の合流を発表したことで、ファンの間に大きな反響が広がっています。ト部の設立者である滝沢秀明氏41のプロジェクトに参加するという彼らの決断は、数多くのファンに支持されていますが、一方で過去の圧力から一部の元ジャニーズタレントの中には批判的な声も聞こえてきているようです。 7月7日に行われた戸ベの公式 YouTube チャンネルの生配信での発表には100番人を超える同時視聴者が集まり、平野と人流時の人気の高さを改めて証明しました。彼らの合流に伴い、公式インスタグラムやファンクラブの開設も行われましたが、ファンクラブへの入会希望者が殺到し、平野のインスタグラムフォロワー数は279番人。 神宮寺は179番人に達しているとのことです。2023年7月10日現在、戸辺は元 V6 の三宅健さん44も合流するなど、話題性のあるプロジェクトとして注目されています。しかし、一部の元ジャニーズタレントたちの間では、戸辺への動きに対してことを唱える声もあるようです。特に元ジャニーズ JR のカウアン・岡本さん27、 はかねてから滝沢氏の新プロジェクトを揶揄していたようでジェネリックジャニーズだけは本当にパワーワードと皮肉めいたツイートをしていますカウアンさんはかつて平野塩と同期入所だったこともあり彼との間には何らかの圧力があったとされています 過去に平野に対して悪意のあるいじりを受けたとも暴露しており、そのため平野と人流寺の新たな動きに対して興味を持っていないと見られています。さらに元ニュースの手越優也さん、35も、滝沢氏や戸部に対して批判的な立場を示しているようです。 テイツさんは過去に滝沢氏によってジャニーズ事務所から事実上の契約解除を受けた経緯があり、退所後は個人で活動を行っています。彼が一般ユーザーのツイートに、いいね、をしたことも元ジャニーズタレントたちの飛べに対する不満や反感を示す行動の一端とされています。 滝沢氏自身も過去にジャニーズ事務所を退所し、個人での活動を展開しており、その際にテイツさんが彼を支持するツイートを行ったことがあったとされています。しかし、滝沢氏はこのツイートをスルーし、テイツさんはフォローを外すなど、一定の圧力があったようです。 飛べの動きに対して元ジャニーズタレントたちの反応は様々であり、一部の人々の間で不協和音が生まれていることがわかります。滝沢氏のプロジェクトがどのような展開を見せるのか、今後の動向にも注目が集まるでしょう。 平野紫耀と神宮寺勇太の渡べへの合流発表により、ファンの間で大きな話題となっていますが、一部の元ジャニーズタレントたちの中には渡べの動きに対して批判的な意見があるようです。カウアン・岡本さんや手越祐也さんをはじめとするやジャニにたちの反応にも注目が集まっています。滝沢秀明氏のプロジェクトが新たな展開を見せる中、 今後の動向にも目が離せません。